カフェインはアルカロイドの一種であり、プリン感を持ったキサンチンと類似した構造を持った有機化合物の一つとしても知られる。人などに対して興奮作用を持ち、世界で最も広く使われている精神刺激薬である。カフェインはアデノシン受容体に拮抗することによって覚醒作用、解熱鎮痛作用、強心作用、利尿作用を示す。フリードリープ・フェルディナント・ルンゲによりコーヒーから単離されたためカフェインと命名された。主にコーヒー飲料、緑茶、ウーロン茶、紅茶、ココア、コーラや栄養ドリンクなどの飲料、チョコレートなどにカフェインが含まれる。一方で、妊娠期や過敏体質により、ノンカフェインコーヒー、麦茶などカフェインを含有しない飲料の需要もある。医薬品では、総合感冒薬や鎮痛薬などに用いられる。その際の副作用として不眠、めまいなどが含まれる。減量あるいは中止による禁断症状として、頭痛、集中欠如、疲労感、気分の落ち込みなど、吐き気や筋肉痛が、ピークがおよそ2日後として生じることがある。頭痛は1日平均 235mg の摂取で、2日目には 52% が経験する。カフェインは肝臓で発現している代謝酵素の一つである SIPA1A2 で代謝されるため、この阻害作用のある薬と併用すると、血中濃度が高まり作用が強く出る薬物相互作用を示すことがある。一方、ニコチンには、SIPA1A2 の誘導作用があるため、習慣的な喫煙によってカフェインの作用は減弱する。なお、カフェインは肝臓で SIPA2E1 でも代謝されることが知られている。また、人では加齢によって体の水分量低下と相対的な脂肪の増加が発生するため、様々な薬物の分布容積が変化することが知られており、カフェインの場合は、分布容積が減少する。さらに、加齢によって、SIPA1A2 は減少する傾向があると考えられている。したがって、高齢者では、カフェインの血中濃度が上昇しやすく、作用が増強しやすい。カフェインは、その構造にプリン骨格を持っており、キサンチンの誘導体として知られる。カフェインは、キサンチンの1番と3番と7番の窒素に、水素ではなく、メチル元が結合した物質である。このため、1、3、7、トリメチルキサンチンとも呼ばれる場合がある。なお、キサンチンにも中枢神経系の興奮作用が存在するものの、キサンチンが分子中に有する窒素にメチル元を結合させると、この中枢神経系の興奮作用が増強することが知られている。カフェインも含めたメチルキサンチン類は、すべてのサブタイプのホスホジエステラーゼを非選択的に阻害する。参考までにメチルキサンチン類としてはテオフィリンやテオブロミンなどが有名である。カフェインは酸素が結合している側の間の2つの窒素の以外にもう1つの窒素にもメチル元が結合しており、合計3つのメチル元が窒素に結合しているのに対してテオフィリンは酸素が結合している側の間の2つの窒素だけにメチル元が結合しているのみである。テオブロミンはカフェインの窒素に結合している3つのメチル元の中で酸素が結合している側の間の窒素に結合しているメチル元の1つが外れた構造をしている。これら3つのメチルキサンチン類の中枢神経系の興奮作用について比較するとカフェインが最も強く、次がテオフィリンで、最も弱いのがテオブロミンである。カフェインの結晶は、一水和物水和物もしくは無水物として得られ、常温常圧で白色の針状、または六角柱状結晶であり、消化性がある。なお、結晶化したカフェインに匂いはなく、味は苦い。純度が 98.5% 以上のものは、無水カフェインとして、日本薬局法の規格がある。カフェインの作用。人に対するカフェインの主な作用は、中枢神経系を興奮させることによる覚醒作用及び弱い強心作用、脂肪酸増加作用による呼吸量と熱発生作用による皮下脂肪燃焼効果、脳細動脈収縮作用、利尿作用などである。体重減少作用を確認した研究も存在するものの、カフェインの皮下脂肪の分解効果はインスリンによって打ち消される。医薬品にも使われ、眠気、倦怠感に効果があるものの、副作用として不眠、めまいなどの症状が現れることもある。動物にも類似の効果が期待されるため、競馬界においてカフェインは競走馬に投与してはならない禁止薬物の一つとして規定されている。無水カフェインとして一般消費者向けの総合感冒薬や鎮痛薬に配合されることが多い。この他に臨床的に片頭痛に用いられる場合があり、エルゴタミン製剤に無水カフェインが配合された製剤も見られる。また、カフェインの禁断症状として現れた頭痛に対して、一時的にカフェインを使用する場合もある。総合感冒薬では、無水カフェインの作用である、鎮痛補助目的が主で、配合されたジフェンヒドラミンやクロルフェニラミンなど、催眠性の強い抗ヒスタミン剤の副作用を緩和する目的ではない。しかし、逆に風邪をひいている時にぐっすり眠れるようにと意図的にカフェインを配合していない漢方薬もあるように消費者の心理的作用を利用した製剤もある。また、安息抗酸ナトリウムカフェインはカフェインに安息抗酸ナトリウムを加えて水に溶けやすくしたものである。芳香属化合物である安息抗酸ナトリウムカフェインは清涼飲料などの保存料の他に単体と同じく興奮作用を期待して使われる。なお、カフェインの強心作用は非常に弱いため、強心薬としては使用されず、むしろ左心不全に伴って発生した呼吸器の症状を改善するため、気管支の拡張作用を期待して、補助的にカフェインが使われる場合がある程度に過ぎない。カフェインは中枢神経を覚醒させ、疲労や眠気を軽減する。通常の量であれば、学習と記憶に影響し、一般的に反応時間、覚醒、集中、運動コントロールを向上させる。これらの効果を得るために必要な量は個人によりけりであり、体格と体勢に依存する。これら効果は、経口摂取後、約1時間で発生し、3時間から4時間後には、半分程度に低下する。また、これとは別に、カフェインは、脂肪細胞において中性脂肪の分解を促進し、血中へ脂肪酸やグリセロールを遊離させやすくする作用も有する。運動時などには、こうして脂肪細胞から動員された脂肪酸などもエネルギーとして使用する。ただし、カフェインの脂肪細胞での中性脂肪の分解促進作用は、血中のインスリンの濃度が高いと阻害される。さらに、カフェインの脂肪細胞での中性脂肪の分解促進作用よりも、インスリンが中性脂肪の分解を抑制する作用の方が勝っている。したがって、インスリンの血中濃度を増加させる刺激にあたる、血糖値を上昇させるものを同時に摂取すると、カフェインの脂肪細胞からの脂肪酸の動員を止めてしまい、この効果を狙ったカフェインの作用は打ち消される。目のクマに対し血管形成を促し、ランダム化比較試験では、浮腫と色素沈着を軽減している。セルライト用クリームには、アミノフィリン、テオフィリン、カフェインといったメチルキサンチン類が配合される場合があり、メタアナリシスの結果、大腿部の太さを中程度に減少させたことが示された。健康な一般成人の場合、1日あたり400mg 以上を摂取しないようカナダ保健省は勧告している。健康な児童にとってカフェインの摂取効果は穏やかで一般的に無害とされている。カフェインが児童の成長を妨げるという根拠はない。12歳以下の児童では体重 1kg あたり 2.5mg 以上を摂取しないようカナダ保健省は勧告しており、これを子供の平均体重を加味して換算すると、以下の値である。カナダ保健省はデータが不十分であるため青年のためのアドバイスを作成してはいないが、この年齢群については1日のカフェイン摂取量が体重 1kg あたり 2.5mg を超えないことを提案している。なぜならば、成人におけるカフェイン最大摂取量では、少年、または成長中の青年には適切でない可能性があるためである。1日の摂取量が体重 1kg あたり 2.5mg 以下であれば、大部分のカフェインを消費する青年らに影響を与えないであろうとの考えによる。これは安全側にとった提案であるため、年長者で体重が十分にある青年では、成人と同じ量のカフェインを摂取しても、副作用の影響はないと思われる。過剰にカフェインを摂取する妊婦からは、低体重児が出生したり、あるいは流産の割合が増加するとの報告が存在する。このような背景もあり、英国食品基準庁は、妊婦のカフェイン摂取量については、安全側にとって、1日 200mg 未満に制限すべきであると勧告しており、これは、インスタントコーヒーでは、カップ2杯、ドリップコーヒーでは、カップ 1.5 から2杯に相当する。アメリカ産婦人科医委員会は、妊娠中の女性のカフェインの摂取は1日あたり200mg までは安全であると2010年に示している。授乳中の女性、妊娠している女性、または妊娠する可能性がある女性については、カフェイン摂取は1日あたり 300mg 以下にする、ようカナダ保健省は勧告しており、これはコーヒーカップ2杯分に相当する。カフェインの過剰摂取の結果、ひどい場合には死亡する。不眠症がある場合には、カフェイン摂取は制限するか止めること。カフェインは一時的に頭痛を止める働きがある一方で、常用するとかえって頭痛が起こりやすくなる。これはカフェインの脳血管収縮作用により、頭痛が軽減されるためで、時間の経過とともにこの血管収縮作用が消えると、反動による血管拡張により頭痛が生ずることがある。カフェインの常用で血圧が4から13。水銀中ミリメートルほど上昇する可能性も報告されている。カフェインはエストロゲンの分泌を亢進させる働きがあるため、乳腺症などのエストロゲンによる症状がある場合、カフェインの摂取を控えることで症状が改善する場合がある。喫煙者でコーヒー、カフェイン摂取量が高いほど膀胱がんのリスクが高くなるとの報告あり。なお、ER 区ではカフェイン及びコーヒーはグループ3、発がん性を分類できないに分類されている。高容量のカフェインは一時的に心拍数と血圧を上昇させる可能性があり、心臓病のある人にとっては危険をもたらす可能性がある。心臓発作を起こしたことがない、または高血圧症がない人でも1日あたり 400mg を超えないようにする必要がある。これは約4杯のコーヒー、または最大10杯の紅茶に含まれる量である。この量は安全であると考えられ、血圧や心臓発作、脳卒中のリスクに対する長期的な影響はない。カフェインは食品からの過剰摂取以外に医薬品に含有されている場合もあるため、服薬と飲食が合わさった結果として過剰摂取になることもあり、注意を要する。カフェインの半数値使量は約 200mg、kg で、一般的な成人の場合、10g から 12g 以上が危険と言われる。カフェインの過剰摂取の結果、カフェイン中毒を引き起こし、稀ではあるものの死亡例も報告されている。また、薬物誘発性不眠症の原因として最も多いのはカフェインである。診断名としては、カフェイン誘発性睡眠障害、不眠症型、中毒中の発症のように記入する。日本では医薬品医療機器等法で1回あたりに 500mg 以上のカフェインを含む製剤を劇薬に指定している。カフェインを繰り返し摂取すると軽い精神的依存が発生する。またカフェインの作用は使用していくごとに効果が減少し、これは薬物耐性とされる。いくつかの作用への耐性はすぐに形成され、特にコーヒーやエナジードリンクの常用者には顕著である。一部のコーヒー飲用者ではカフェインの覚醒効果には耐性ができているものの、それ以外の人には形成されていない。カフェインの禁断症状には頭痛、短期、集中欠如、疲労感、眠り、胃、上半身、関節の痛みなどがある。カフェインの禁断症状はカフェインに依存の状態にある者がカフェインの摂取を中断してから12時間から24時間後に発生し、ピークはおよそ48時間後で、通常は2日から9日間で収まるとされる。カフェインの禁断症状としてありふれた症状に頭痛が挙げられる。カフェイン禁断性頭痛は、カフェインを1日平均 235mg 摂取していた人の場合、中断後の2日目で 52% が経験する。長期間のカフェインの摂取者では、禁断症状として、抑うつ、不安、胃腸不快感、筋肉痛、カフェイン摂取の欲求などが報告されている。経験者の知識、助言、支援などは、禁断症状からの離脱の助けになるであろう。市販の鎮痛薬に含まれるカフェインや他の成分への依存や禁断症状が薬物乱用頭痛の発症に寄与する。カフェイン離脱は DSM-5 における診断名である。過去の版ではカフェイン中毒があったものの離脱は存在しなかった。カフェインは雲に作用し巣作りに影響を及ぼす。カフェインは人において経口摂取をはじめとして様々な経路から吸収されうる物質である。カフェインが吸収されて血中に入ると、血液脳関門を通過することができる。こうして脳内に移行したカフェインが脳内でアデノシン A にある受容体を遮断することにより、脳内に ATP の代謝物であるアデノシンが蓄積しても、睡眠の誘発が起こりがたくなり、結果として覚醒状態を維持しやすくなる。アデノシン受容体は、ドパミン神経系のシナプスの後ニューロンに発現しており、ドパミン受容体と強薬の関係にあることから、アデノシン受容体にアデノシンが結合すると、ドパミン受容体が不活性化され、シナプスでのドパミンによる刺激伝達が抑制されるわけだが、この時にアデノシン受容体のアンタゴニストであるカフェインを服用すると、ドパミンによる通常の刺激伝達が行われるようになる。つまり、脳内でカフェインそのものが人を覚醒させるわけではなく、脳内でアデノシンが人を眠らせようとする作用をカフェインが邪魔しているのである。なお、シナプス間隙筋房のアデノシンは、覚醒時に次第に増加してゆき、睡眠時に減少する性質を持っている。また、通常の状態では、ドパミン刺激によって、覚醒効果が得られるのだが、実際の覚醒は、ドパミン神経系の下流にある、ヒスタミン神経系の放出するヒスタミンによって維持されているため、抗ヒスタミン薬による眠気には拮抗作用を持たない。加えて、カフェインは、延髄の呼吸中枢を刺激する作用も有し、チェーンストークス呼吸やモルヒネ中毒などによる呼吸抑制などの際に、この呼吸中枢刺激作用は、著名に現れる。この他にカフェインをはじめとするメチルキサンチン誘導体に共通の活性としてホスホジエステラーゼの非選択的な阻害作用があり細胞内キャンプ濃度の上昇を引き起こす。これにより心筋収縮力の増大、気管支平滑筋の弛緩、脳細動脈の収縮のような交感神経、興奮様作用を示す。これらの作用の結果、腎血管拡張によりと球体ろ過量が増大し、さらに尿細管での水分の再吸収の抑制により、利尿作用を表す。また膀胱括約筋に取り付いて、その作用を抑制しているアデノシンの働きをカフェインが妨害するために頻尿になるという説もある。さらに、キャンプの濃度の増大は胃酸を産生する細胞では、プロトンポンプを活性化し、胃酸分泌を更新する。また、骨格筋においては、筋小胞体からのカルシウムイオンの遊離を促す作用も有し、この結果として、わずかではあるが、骨格筋収縮力を増大させる作用もあり、2004年までは、ドーピングに対する禁止薬物リストにも含まれていた。人がカフェインを経口摂取した場合、最大血中濃度に達するのは30から45分後である。人の生体において、体内でのカフェインの半減期は通常約 4.9 時間程度とされている。人の体内でカフェインは代謝されて主に尿酸に変換された状態で尿中へと排泄される。ただし人の場合、カフェインの代謝に関わる肝臓に発現している薬物代謝酵素の一種であるシトクロム P450 のサイプ 1A には妊娠するとその量が減ることが知られており、カフェインの代謝は遅くなる。また、サイプ 1A には人では1歳になる前までに生体と同じレベルの量に達するものの、それ以前は少なく、特に出生前のカフェインの排除能力は生体と比べて著しく低い。その反面、1歳過ぎから思春期の頃まではカフェインの排除能力が生体よりも高くなることが知られている。なお、カフェインの排除能力の低い人の胎児では、サイプ 1A による酸化とは全く別に、メチル化するという代謝経路も利用されることが知られている。なお、カフェインの代謝産物は最終的に尿中へと排泄される。カフェインは一部の薬とも相性が悪く、サイプ 1A2 を阻害する薬剤との併用では、中枢神経作用が強く出現することがある。モノアミン酸化酵素阻害薬との併用では、頻脈、血圧上昇が見られやすい。これは、カフェインがサイプ 1A2 を阻害するとともに、カフェインの代謝は、サイプ 1A2 及びモノアミン酸化酵素により行われることに起因する。コーヒーや紅茶と一緒に薬を飲んでいけないと言われている理由は主にここにある。一方、ニコチンはサイプ 1A2 を誘導するためカフェインの代謝が促進される。そのため、喫煙者はコーヒー等で眠気覚まし目的にカフェインを摂取しても非喫煙者よりその効果は低い。また、カフェインは最終的に尿酸へと代謝され、体内から排泄されるため、代謝が促進されると、それだけ尿酸の生産量も促進される。また、カフェインには利尿作用もあるため、体内水分量が不足し、尿酸が析出しやすくなる。尿酸は痛風の原因物質である。したがって、喫煙者でコーヒー等を日常的に摂取している人は痛風を発症する。危険性が通常より高くなる。痛風は男性に多い疾患ながら、女性にも起こり得る疾患であり、特に女性の痛風発症は喫煙及びコーヒーの日常的な過剰摂取が原因ともされている。DSST 試験においては、エタノールはパフォーマンス低下を及ぼす一方で、カフェインは優位な改善を示す。エタノールとカフェインを同時に摂取すると、カフェインによる影響は変化するが、エタノールによる影響はそのままである。例えば種類にカフェインを加えたところで、エタノールの作用は変化しない。しかしエタノールが追加された場合、カフェインに起因する不快感、注意力低下は減少する。エタノール単独の場合は、行動制御の抑制と活性化の両方の側面が低下した。カフェインは行動抑制の活性化を低下させるが、行動制御抑制には効果がない。喫煙はカフェインを含む様々な薬剤の代謝に関与するサイプ 1A2 を誘導し薬の効能を弱める作用がある。喫煙はカフェインの作用を 56% 弱める。経口避妊薬の半減期はカフェインにより延長されるため、カフェインを摂取する際は注意が必要である。カフェインはいくつかの医薬品の効果を増強させる。例えば頭痛薬など。また、脳内のアデノシン受容体は、ドパミン神経系のシナプスの後ニューロンに発現しており、ドパミン受容体と強薬の関係にあることから、アデノシン受容体にアデノシンが結合すると、ドパミン受容体が不活性化され、シナプスでのドパミンによる刺激伝達が抑制されるわけだが、この時に、アデノシン受容体のアンタゴニストであるカフェインを服用すると、ドパミンによる通常の刺激伝達が行われるようになる。なお、シナプス間隙筋房のアデノシンは、覚醒時に次第に増加してゆき、睡眠時に減少する性質を持っている。そのため、メタンフェタミンやメチルフェニデートを使用して、何日も睡眠していないと、これら薬物により、シナプス間隙のドパミン濃度が高値に保たれていても、あとニューロンが刺激を受容できない状態になり、覚醒効果の低下が生じてくる。こうした状況では、カフェインの服用によって、劇的な覚醒効果が得られる。カフェインは初めて単利されたコーヒーの原料のコーヒーの木以外にも茶の木やマテやカカオやガラナなどにも含まれている。したがって、これらから作られた飲食物、例えば隠しコーヒー飲料、緑茶、ウーロン茶、紅茶、マテ茶、ココアなどの飲料やチョコレートなどの加工食品にもカフェインは含まれる。さらに、コーラや栄養ドリンクなどの飲料や一部のチューインガムのように人工的にカフェインを添加した食品も散見される。また、一部の頭痛薬のようにカフェインは医薬品としての利用もなされている。なお、茶に含まれるカフェインはタンニンと結びつくためにその効果が抑制されることから、コーヒーのような興奮作用は弱く緩やかに作用する。天然のカフェインは既存添加物名簿に収載されており、日本では食品添加物として使用が認められている。ここで言う天然のカフェインとはコーヒーの種子または茶の葉から得られたカフェインのことである。尿素から人工的に合成したカフェインなど合成品のカフェインは使用できないと定められている。カフェインの副作用を考慮して、嗜好品の中にはカフェインの含有量を通常のものより抑えた代替品が存在する。これらはカフェインレスとして知られ、コーヒー、コーラ、茶類などのうちカフェインの含有量の少ないもしくは含まないものとしては、ノンカフェインコーヒー、ノンカフェイン紅茶、ノンカフェインコーラ、また途中茶や麦茶、黒豆茶、そば茶、天茶、ゴーヤ茶、昆布茶、柚子茶、ハーブティー、ルイボスティー、タンポポコーヒーなどがある。東洋人とは異なり、西欧人にはエタノールやアセトアルデヒドの代謝活性の高いものが多く、酒を飲んでも表情に出ず酔いつぶれにくいということがあるが、反面、カフェインへの耐性がない、または低い人が多く、このような人はしばしばコーヒー酔いを起こす。デカフェの需要も存在し、21世紀初頭において、そのような製品も流通している。デカフェの方法としては、例えば超臨界流体を利用してカフェインを抽出するといった手法が存在する。2005年にアメリカ合衆国で発売されたフォーロコはカフェイン入りの甘い酒であり、ガラナなど興奮成分も含有し、若年層に人気があったが、その若者でも飲みやすい味や 12% 以上のアルコール度数などから、多数の急性アルコール中毒患者を出したことで、政府当局も問題視する声明を発表し、後にノンカフェインなど対策品も発売された。1819年にドイツのフリードリープ・フェルディナント・ルンネによってコーヒーから世界で初めて単利された。分析科学者であったルンゲにコーヒーの薬理活性成分の分離を進めたのはゲーテであったと伝えられている。この化合物はコーヒーに含まれていることからカフェインと命名された。1827年にM・ウードリーは茶に含まれる化合物をテインと命名したが、ヨハンネス・ムルデル及びカール・ジョブストによってテインはカフェインと同一であると確認された。ありがとうございます。